ボンドチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。こんにちは。大阪店浅井です。大阪店小笹です。はい、今日は小笹くんと、車を紹介していきたいと思います。はい、初めましての人もいると思いますので、そうですね、はい、自己紹介からお願いします。はい、ボンドカーズ大阪で働いてます小笹です。よろしくお願いします。もう何年ぐらいですかね。もちろんボンドチャンネルは初めてですね。はい、で、今大阪店で働いて2年いかないぐらい。2年ぐらい、まあ、私はボンドショップ大阪で、まあ部品とかパーツ担当、まあ、大笹は、カーズボンドカーズなので、まあ、車の販売とかを担当させていただいておりますけれども、またですね、可愛がっていただければと思います。はい、お願いします。お願いします。では本日は、こちらの車を紹介したいと思います。はい、小笹君分かりますか、この車。分かります。はい、あの有名な方の、そうですね、フェラーリ812ですね、 GTS、はい、になります。どうですか、まず第一印象見て。決まってますねそうですね、そうですね、かっこよく仕上がったかなと思います。じゃあまずフロント周りの方から説明していきたいと思うんですけれども、まずフロントどうでしょう、何か変わってるか分かります。まずカーボンに赤のラインが入ってますね。そうですね。で、このカーボン、もともとこの辺は純正のカーボンのトリムがついてるんですけれども、ここをノビテック製のフロントスポイラーを装着させていただいてます。ノビテックだったんですね。あ、そう、ノビテックです。で、カーボン名こういう風な感じで平織りのカーボン、はい、カーボンって綾織りと平織り2種類ありますので、フェラーリは平織りがメインですので、平織りの方でカーボン名を合わせさせていただいているような感じですね。かっこいいですね。はい、で、まあ、赤のラインはね、これがまあフロントからサイドとかにはつながるんですけれども、キャリパーの色とか内装とかが赤なので、まあそこでこうちょっとワンポイントで入れるようにしました。純正っぽいでしょ、ね、テーラーメイドじゃないですけれども、ちょっと特注っぽく仕上げさせていただいてます。ちなみにここは、あ、そう、ここもノビテック製のボンネット、エアダクトアウトレットになります。はい、でここはやっぱり目線で見えるとこなので、結構お客様もお気に入りで、僕らも装着して、あ、かっこいいなという感じですので、うん、ここはポイントが結構高いかなというパーツになりますね。そうですね。よりダクトのね、ここ81にもともと空いてるので、それがよりダクトが強調されますし、見た目にもカーボンで綺麗な一品ですので、すごくいいかなと思います。浅井店長、このミラーは、そうですね、ミラーもここのフェンダーのダクトのところ、これも全部ノビテックの、カーボンのパーツになってます。それでサイドスカートは純正ですよね。だからまあもともとフロントのね、ところもそうですけど、フロントとかサイドとかもともと純正で、カーボンがフルフルついてる車なんですけれども、まあオーナー様はそれだけだったらちょっと物足りないなということで、さらに追いカーボンじゃないですけれども、カーボンを追加させていただいているような形ですね。いい感じですね。フロントとかは特にね、もともとここは純正でもカーボンなんですけど、はい、純正の上から貼り付けるタイプの、スポイラーになりますので、まあ、純正は見えなくなると。そう、これね、東京店のお客様ですとか名古屋店でも皆さんカーボンの上からやっぱりさらにカーボンをつけるので皆さん好きだなという感じですね。はい、ですね。でこちらホイールどうですか。初めて見ましたね。あ、初めて見た。はい、そうですね、AL13 のホイールになります。はい、あ、AL13 だったんですね。はい、まあ、センターキャップがフェラーリマーク入っているので、まあ、一瞬わからないんですけれども、この幾何学的なデザイン、もう一瞬でわかりますよね、ホイールが変わってる。あ、ここでこれわかりました、ね、ここでわかりました、よく見つけましたそうです、AL13 の、アメリカの超高級ホイールメーカー AL13 のホイールになります。デザインは R140 の、しかもこの3ピースになります。3ピースなので、まあ、インナーと、アウターリム、ディスクが3ピースになったホイールになってます、はい、なのでここちょっと見てもらえればと思うんですけれども、ここが浮いてるのよね、わかるかな、ここ全部、ここ全部浮いてるのよね。で、ワンピースとかツーピースとかだったらここがひっついちゃうの。ここのデザイン、幾何学的なデザインがあるんだけど、スリーピーだとここが浮いててすごい立体的に見えます、まあ、なので
まあ、このデザインの中で3ピースっていうのはすごい高いんですけれども、すごく立体感があって、かっこいい、お客様も一目惚れしていただいて、購入していただいたホイールになります。ちなみに小澤君、これ1本いくらするか知ってます？ざっくり50万甘い、70万オーバーです。マジですか？だから4本で消費税加えると、まあ300万超えるよね。ホイールだけです。ホイールだけです。ホイールだけの金額で、それだけ。だから3ピースってそれだけすごい高いのよ。はい、1ピース、2ピースになるともうちょっと値段50万ぐらいになるけれども、3ピースはそれだけコストも高くなるし、その分この立体感とかっていうのは本当に他には出せない。ああ、すごいですね。魅力かなという感じです。で、仕上げもこれ見てわかる。こことここが違うの。あ、そうですね、よく見れば。そう、ここがポリッシュでここがブラッシュドになってるので、あ、まあ、そこもこう、表情によってこう光り方が違うというね。そうですね、そうです、全然違いますね。あえてそこを表面はブラッシュドにして、こっちの中はポリッシュにしてるので、そういう、まあ、楽しみ方もできるような仕上がりになってます。はい、はい、でタイヤはもちろんミシュランパイロットスポーツ、はい、スポーツですね、大人気のタイヤになってますし、すごく性能もいいです。で、車高もどうもいい感じでしょ。いい感じですね。でもこれね、車外のサスとか伸びていくとか入れてないのよ。え、そう、どうやって？純正の車高調で、まあ、限界までね、ローダウンするだけでもこのぐらいまで下がるので、すごいです、まあ、ノーマルです。そもそもちょっと低いんですけれども、はい、まあ、ノーマルから、調整して、まあ、1センチ程度ですけれども低くなっているので、まあ、これでね十分じゃない。そうですね、これ以上低くしたらちょっとね、もともと低い車ですので、うん、まあ、このぐらいで十分かと、ね、まあ、もちろんもっと低くしたい人はノビテックのバネとかで交換することは可能です。ただちょっともうちょっと低くしたらエアロが怖いですね。そうだね、そうだね、まあ、リフターいくらついてるとはいえ、うん、そうですね、やっぱり、こうちょっと注意を怠った時にガスッといってしまいますので、はい、まあ、車高段乗りは、宿命かもしれませんけれども、そうです、ね、まあ、これはこのぐらいの車高でとどめているような感じになります。で、サイドからですね流れるようなラインできまして、まあ、後ろ、まあ、81にはだいたい標準でフロント21リア22インチ履きますので、はい、後ろの方がでかい、こう見ても後ろの方がでかい、そうですね、後ろの方がでかいですし、まあ、335という極太タイヤを履いてます、はい、まあ、その分、はい、後ろから見た時の迫力っていうのはすごいあるかなと思います。で、こうホイールの面感もどうでしょう、いい感じに、いい感じですね。でこれでもね、多分ディーラーに入れる、車検はちょっと言われるかもしれませんけど、ディーラー入庫もできるぐらいのサイズかなと思いますね。どうでしょう、いい面ぐらいでしょうか。いい面ぐらいですね、はい、で朝日さん、これはそうで、これは、マンソリーの、あ、これマンソリーだったんですね、はい、よく気づいたね。ここも実は変わってるっていうね、はい、そうなんです、ね、ここも本当はね、ここ、まあ、赤みを帯びたテールライトのサイドになりますけれども、ここもちょっとカーボンが足りないということで、ここ、まあ、ここは伸びていくから出てなかったので、マンソリーを装着させていただいてました、まあ、東京店ね、ウッチーの、お客さんでも、つけてたり したので見たこともある人がいるかもしれませんけど、ここもちゃんと平織りのカーボンで純正と揃えている仕上がりになってます。かっこいいです、ね、これはね、意外とかっこいい、これ全然違いますね、やっぱり雰囲気変わりますね、雰囲気変わりますね。はい、浅井さん、それ何持ってるんですか。そう、これがですね、9センチありますので、最低地上高9センチというのが車検で、決められてますので、まあ、これが入れば車検に通りますよということですね、はい、まあ、実際にこういうので測ってみても9センチね、そうですね、だいぶ見にくいですけれども、まあ、遊んでますので大丈夫ですね、はい、で、まあ、本来ね、9センチっていうのはフレームだとか鉄だとか硬い部分が9センチなので、実はゴムとかプラスチックとか整流板とかね、その辺は5センチだったかな、まあ9センチ下回ってもそれは大丈夫っていうのがありますので、とりあえず鉄板だとかその辺が9センチあれば、まあ車検は通りますよ、ですので、まあこれも問題なく大丈夫です。でもまあまあこれでもね、やっぱり純正で下げるだけでも結構キツキツですので、まあこの辺はちょっと注意しないといけないかなと思います、はい、であとタイヤホイールはね、みんな、知っていらっしゃると思いますので、車検の基準ははみ出しちゃいけないです、はみ出しちゃいけないですね、こう前何度と何度でしょう、
ちょっと角度までは、はい、分かんないですけど、ね、前30度と後ろ50度、ここが30、50ですね、がはみ出してはいけないですよっていうラインになりますので、前30度後ろ50度、ここだからトップはね別にいいんですけれども、前30度後ろ50度ははみ出してしまうと車検が通らない、対象になってしまいますのでご注意ください。ただ特例として一番外側がタイヤの場合に関しては、それははみ出てないことと見なすというのがありますので。あ、そうなんですね。そうです。だからタイヤが一番外側の場合は10ミリ未満までは飛び出してても大丈夫ですよ。セーフ。まあ、これも数年前に変わったんですけれども、うん、なんかフェンダートリムとかついてましたけど、最近はねもうついていてないというのが、そういう法改正が、変わって、ちょっとタイヤがはみ出てる分に関しては10ミリまでは、車検対応ですよ、合法ですよっていうのに変わっていった経緯があります。フロントスポイラーとかエアロ類も、規制っていうのはあります。そうなんですね、はい、例えばこのフロントスポイラー指定部品なので、はい、指定部品という考え方がありまして、はい、まず長さがどのくらい、指定部品というのは、簡易的な取り付けであれば、長さが何センチ変わっても別に問題ありませんよっていうのが指定部品なんですね、うん、まあ、たまにエアロパーツけるとディーラーとかで、長さ全長が変わってますとかいう理由で、NG 食らうことがあるんですが、バンパーだとね、まあ、それはそうなんですけれども、うん、フロントリップとかアドオンパーツに関しては別に指定部品扱いになりますので、はい、ちゃんと書いてますので、エアダムスポイラーって書いてますので、指定部品に関しては別に長さが何センチ変わったところで基本的には車検は大丈夫っていうのが考え方です。例えばさ、うん、4駆とかでさ、ルーフレールの上にさ、ルーフボックスとか積んでるじゃん。積んでるよね、はい、あれもさ、高さっていうのは4センチ以上変わったらダメだから、うん、でそれにルーフボックスつけてたら、じゃあルーフボックスでスキー行くためだけに違法なこといちいち構造変更するかってしないんでしょ。しないです。あれはだから簡易的取り付けなんで指定部品になるので、結局あれに関しては、高さが変わっても別に大丈夫ですよって国がちゃんと認めてるわけですよね。ちょっと多少高さだとか長さが変わっても、指定部品であれば別に問題ないですよっていうのが国の見解なんですよね。はい、はい、だから指定部品であるフロントスポイラーとかに関しては別に長さが変わっても問題ありませんっていうのが一つの考え方です。ルーフスポイラーも、ルーフスポイラーもそうですね、指定部品の扱いですね。でただ気をつけないといけないのが、フロントバンパーより出てる場合、ここがここの R が半径5ミリないとダメですよっていうのがあるのね。あ、そうなんですね。要はここが尖ってたらバンパーより出てると危ないから、はい、ここは R はまあ滑らかにしてくださいね。で半径1センチ、あ、半径間違えた、半径直径で1センチ、半径5センチ、5ミリにしてくださいねっていうのが基準であります。だからまあこれはね、普通にこんだけ普通に考えても15ミリぐらいありますから、まあ、これは全然問題ないですよね。まあ別にここ当たったところでここ R がついてるんで問題ないですよね、うん、というそういう見解になります。だから気をつけないといけないのが、まあ、気をつけることが、指定部品は何センチ変わって全長が変わってても別に問題はない。ただしバンパーから出てる場合に関してはちゃんと丸みを帯びていること。この2点が、まあ、注意点というか、エアロとかやる、装着する場合の、車検上の注意点になります。はい、はい、じゃあ小笹くん、今回の81にいかがでしたでしょうか。いや、ここまででもそうですね、合法でかっこいいのはいいですね。羨ましいですね。乗ってみたいです。あ、確かに、はい、さっき少し乗らせていただきましたけれども、本当にいい車で、本当にこれでオープンでね走ると本当に、うん、なんて言ったらいいですか、もうセレブ満開という感じですけれども、僕らはねそんな買えるわけもないですけれども、そうですね、はい、まあ、お客様のねオーナー様のご協力で今いつもいい経験をさせていただいてますので、まあ、今後ともですねどうぞよろしくお願いいたします。お願いします、はい、それでは本日のボンドチャンネルもご視聴いただき誠にありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。